なんかでも。ハートマンギターズの石川です。今日はあの大畑英司さんに来ていただいてますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日弾いていただいたモデルですね、まず1本目が D28 なんですけども、これあの VTS トップっていう、あの表板をあのエイジングしてるっていう、まあ、マーティンの故障でいうとヴィンテージトーンシステムっていう名前で、うん、はい、呼んでいるんですけども、まあ、あの加熱処理して、経年変化を促しているっていうような形のものなんですよね。で VTS 処理されてるあの材料っていうのは基本的にはもう D45 に使われてるプレミアムグレードの材料になってるので、うん、あの必然的に表板は45と同じ材料になってるモデルなんですけど、弾いてみて結構全然時間も違う。すごいあのすごいこう太いっていうか音がやっぱ、あの最初ね指でこう弾いて結構軽く弾いても音バーって出る感じで、うん、やっぱりこの安定感っていうかありますね。その VTS を施すことで、あの新品なんですけど、あの非常にこう弾き込んだ楽器と同じようなトーン最初から得られますよ、うん、なんか柔らかい感じがねしますね、やっぱりちょっとなんか、テンションはあのこれ弦は何だろう、ミディアムゲージ、ミディアムゲージね、ちょっとあ、そうか、なのでそうか、ミディアムゲージに感じるって言いそうになったんですすいませんそうでもミディアムゲージなんだけど、なんかそういう硬いっていうかなくて、そうですね、聴感的に硬さがそんなに、うん、出ないので、そうカチカチしてないっていうかね、はい、角の取れた音で、うん、確かに。VTS にもレベルがあって、今あの昔はですね2段階あったんですけれども、今は1段階だけ でこれがだいたいその1930年代ぐらいの、楽器の、まあ、そうですね、30年代の楽器は今に至った感じを、再現できるようにっていうところの処理になってる。これも結構なんか目も細かい感じするんだけど、そうですね、やはり45グレードなのでレギュラーに使えてるものに比べて、うん、こう目の詰まり方だとか、うん、見た目っていう部分も非常に良くなってる楽器ですね、はい。あと今のレギュラーの商品って大畑さんもご存知だと思うんですけど、だいたいこうヴィンテージトナーっていう形で少しこう焼けた感じで、はい、あ、そうなんだ、ね、色が付けられてる楽器が多いんですよね、うん、ほとんどレギュラー商品がそれになってしまってるので、うんうん、まあ、見た目という意味でもこれあのカスタムショップであのルックスが少しこうナチュラルのトップになってるので、まあ、最初からあまりにもこう味付けされた色味は嫌だなっていう方にもおすすめしやすい楽器にはなってるかなっていうところです、ね、これ結構経年変化で色がさらに、そうです ね焼けてくるとは思うんですけど、自然なこう、エイジド感が最初からある雰囲気も非常に良くなってると思いますね。そっか、ミディアムゲージか。はい。そっか、そうだね。そもそもこの楽器って、あの、限られたお店にしか入ってこないものなんですけども、まあ、毎年、あの、マーティンのファクトリーの方にツアーで行かせていただいてまして、でそこに、まあ、参加したディーラーじゃないと、あの、取れない楽器っていう位置づけに。なるほど、はい、そうですか。こんな感じの D28 スタンダードをベースにしたカスタムモデルという形ですね。